それでは今から Google フォームを使ってみたいと思います。よろしくお願いします。下坂恵理子です。まず最初に Google フォームを使うとき、ゼロから作る場合はこちらの空白のプラスボタンを押していきます。押してみましょう。はい、このように無題のフォームと出ました。まずこちらがですね、後々自分が保存するタイトルですね。テストフォーム。はい、でエンターを押すと保存できます。はい、保存していますとできますね。まず一番最初に名前つけて保存しておきましょう。何かわからなくなってしまいますので。はい、でそれでこちらがまずタイトルですね。このフォームの説明をします。テストのフォームです。まあ、こんな感じですね。はい、でまあ、ここは書いても書かなくても大丈夫です。でこちらからですね、まず質問ですね。フォームに入れたいものをどんどん入れていきます。で、自己紹介。で、こちらの記入の形式、今、ラジオボタンになっているので、こういう選択形式になっています。ですが、今、自己紹介の場合は、テキストを入れてほしいですね。なので、記述式としましょう。で、1行で済むようなもの、例えば自己紹介、〇〇と1行で済みそうなものは記述式とやると、まあ、短文になります。で、段落にすると、まあ、長文でたくさん書き込める、まあ、ご意見とかですね、の場合は段落の長文の方にします。はい。じゃあまず自己紹介なので記述式にしました。で、まあ、追加する場合は、このプラスマークを押すと質問が次の質問に行くことができます。例えば、性別。そしてこれは性別なのでラジオボタンですね。今回この選ぶ形式のはラジオボタン、チェックボタン、プルダウンとあります。例えば男女と絶対に男とか女とか選択肢が一つしかない場合はラジオボタン、チェックボックスのように例えば、お子様は何歳がいますかと言った時に5歳と1歳がいますという場合はチェックボタンですね。でプルダウンの場合は例えば住所。選んでも欲しい時でお客様にいちいちこう入力をさせるのが大変という場合はプルダウンも選ぶことができます。今回はラジオボタンを使ってみましょう。選択肢男性で、こちら追加ですね。女性、あ、勝手に出ましたね。すごいですね。はい、で男性女性ということでできましたね。で試しにもう一つ、じゃあお子様の別名は、はい、お子様の月齢はにして、こちらを先ほど言いましたチェックボックスにしてみましょう。選択肢1、例えば0歳。で選択肢2、1歳。2歳。エンターで次のものが出てきますね。まあ、例えばこんな感じですかね。で多く間違えてやりすぎてしまった場合は、こちらの削除を押してください。消えます。はい。でこれでできましたね。でこちら、質問をまた追加してみましょう。はい。次はやってみるのは、まあ、大体この2つができればいいですかね。何かファイルをアップロードする場合は、このファイルのアップロード先というのを、まあ、やってもいいんですけれども、やらなくても大丈夫ですね。はい。さあ、できましたら、こちらですね、プレビューをしてみましょう。まあ、こんな感じで簡単なフォームができました。ちょっと余計なものができてしまいましたね。これはいらない場合は、ゴミ箱に捨てるを押します。これで、プレビューを押してみますと、まあ、簡単なフォームができて、お客様は送信を押すということになります。できましたらですね、この歯車を押してみます。はい。すると、こちらはメールアドレスを収集するというのをチェックを入れると、お客様も回答のコピーを送信できるほか、こちらもメールアドレスをいただくことができます。そうですね、回答を1回に制限するにしておくと、お客様は1回しか入力ができないということになります。はい、まあ、こういうことも、まあ、保存をしておくと、メールアドレスを入れる欄ができましたね。
で、じゃあ実際にどうやってお客様にこれを記入していただくのかとなりますが、こちらの送信というボタンを押していただきます。はい、そうすると、このように出てきますので、まあ、メールで送る場合はこれでいいんですが、私がよく使うのはこのマークですね。はい、リンクを出します。リンクを出します。でリンク、このリンク自体がお客様の、コピーになります。で、まあ、いいのはこの短縮してあげて、これをコピーします。で、このコピーしたリンクを、例えば、新しいタブを開いて、貼り付けると、はい、このようにお客様に表示をすることができました。はい、以上、Google フォームの使い方になります。ぜひ使ってみてください。